どうも皆さん、カイトです。このゲームをプレイしようとされている方はどんなスキルがあるのか気になっている人は多いのではないでしょうか。スキルというのはリリーが浄化した魂で攻撃アクションとして使えるものになります。ジョジョでいうとスタンドみたいなものですね。今回はリリーが得得できるスキル全26種類を紹介。スキルの好みは人それぞれだと思いますので、なるべく得得できる順番に解説できたらなと思っております。では早速解説していきましょう。こちらが国威の騎士になりますね。スタート地点で最初に得得でき、ラストまでメイン武器として使えるのがポイント。斬撃で敵を切り刻むので、おしゃれに行きたい人はぜひ選びたい人がこの国威。最初は3回切りなんですけど、レベルを上げるごとに切る回数も増えていきます。こちらが守り人シーグレットになります。シルバの妹ですね。聖堂の回廊で倒すと手に入りサブは鉄球です。ご覧の通り鉄球を使って空中の敵だったり地上の敵をぐるぐる倒せます。序盤から中盤では結構使えるスキルになりますので、シスター好きにはおすすめします。こちらが崖の村の少年になります。聖者の道で倒すと手に入り、序盤での唯一の遠距離攻撃になりますね。エルロット戦では大活躍しますので、ガツガツ使っていくのがポイント。こちらは序盤では有効活用できるスキルになりますもので、うまく少年を導いて攻撃していきましょう。こちらが西の商人になります。カラスですね。崩れた小屋で倒すと手に入り、終盤まで使える有能スキルになります。常にサポートキャラとして定着させることができ、敵を自動的に攻撃してくれるのがポイント。回数制限はありますが、ボス戦い時には大いに活躍するのがこのカラス。こちらが首なしの騎士になります。カウンタースキルですね。崩れた小屋で倒すと手に入れることができ、パリーの役目もあります。使い勝手としてはシビアな部分もありますが、正面攻撃を全て打ち返すのが大きなポイント。序盤ではかなり有効活用できるポテンシャルを秘めているのかなと思います。こちらが老戦士ゲルロットになります。コンボじいさんですね。柱前で倒すと手に入れることができ、力全面スキル。中盤までメインとしても使えることができ、一発一発の打撃力が半端ないですね。特に2発目では一定の確率で相手をひるませることができるのがかなり強力。こちらが金の魔術師になります。幼児の湖で倒すと手に入り、毒霧を出せるタイプのスキルですね。相手にじわじわと貫通ダメージを与えれるので、このスキルを出しながら他のスキルで攻撃できるという補助の役割としても使えます。個人的にはラストまで使ってました。こちらが花の魔女になります。金の魔術師の彼女ですね。幼児の湖で倒すと手に入り、周囲攻撃タイプになります。空中にいるタイプの敵には滅法強くて、ここのオーブスであるイエイエンにも蓄積ダメージを与えるかなと、何とも言えない使い方でありますが、よいしょよいしょで使えるかなと思います。こちらが黒の魔女イレイエンになります。魔術協会の回廊で倒すと手に入る超遠距離攻撃スキルです。このスキルはかなり有能で、遠くの敵に魔弾で攻撃でき、距離を保てます。このゲームはデッキからのダメージ量が半端ないので、安全地帯からの攻撃がかなりいいですね。こちらが古き墓守になります。いわゆるクモスね。カタコンベで倒すと手に入る癖のあるスキルになりますね。攻撃が両手からミニマダンを発射するというスタイルなんですが、飛び方に結構ムラがあります。複数の敵が正面にいるときは活躍できるタイプなのかなと。こちらが落ちた弓使いになります。うなだれてますね。納骨堂前で倒すと手に入る弓スキルになりますね。弓だと思って安心しきっている方、この弓での矢はまっすぐ飛びません。落下式です。複数の敵が空中にいる時に効果が発揮されるので、使いどころを選ぶかもしれません。こちらが守り人シルバーになります。シークレットの姉ですね。納骨堂前で倒すと手に入る木槌シスターです。私自身が一番好きなスキルで、見た目の可愛さと裏腹に木槌でぶん殴るのがこのスキル。ジャンプして使うと浮遊補正もできるのが非常に大きいですね。おすすめになります。こちらが慣れ果ての衛兵になります。敵だと強いですね。城塞の門で倒すと手に入るスキルになります。全身に遠距離突きするという攻撃スタイルで、一定の距離からでも当たります。一発一発が結構なダメージ量を与えれるので、ちょっとしたアクセントで使えるスキルかなと思いますね。こちらが狂い騎士ウルブになります。ボスだとめちゃくちゃ強いですね。異例の間で倒すと手に入ることができます。ワシャフシャという素早い連続爪切りで相手を切り刻むがこのスキル。チャージショットでの威力倍増や横移動補正でも使えるので、メインなのにサブとしても優秀になりますね。こちらが守り人の長になります。敵キャラだと結構厄介ですね。異例の間で倒すと手に入るスキルです。刃をヨーヨーのように回しながら攻撃を当てる中距離型になりますね。当たる範囲がかなり限定されているので、飛び回る敵などを一掃するのには使えます。
こちらが隠れ潜む実験体になります。壺に隠れてますね。水路の広間で倒すと手に入るカウンタースキルです。当てるのが意外にもシビアなので、タイミングを自分で測らないと痛い目に遭います。リキャストが長いので、攻撃の合間合間でチャンスを伺ってが一番有効に使えるかなと。こちらが暗部の執行人になります。ユリウスの戦友ですね。牢の中で倒すと手に入れることができるスキルですね。敵の背後から縦にぶった切る死神スタイルなのですが、使い勝手が難しい。ボス戦ではとりあえず出しとけば当たる感覚で使うのが一番いいかなって思いますね。こちらが深淵のヘニールになります。ボス戦では雑魚敵が邪魔すぎる。処刑場跡地で倒すと手に入るスキルですね。区内のようなナイフもどきを素早い動作で投げまくるメインスキル。ある程度の距離感でも当たるので、アウェイ攻撃をしたい方にはおすすめですね。ちなみにジャンプ打ちの方がかなり動作が早いです。こちらが崖の村の村長になります。耐久力ある敵ですね。橋の前で倒すと手に入るスキルになりますね。崖の村の少年の上位互換と思ってもらったら大丈夫で、相手へのボディープレス攻撃になります。敵への当て感を頭で把握しながらの攻撃が一番のポイントですね。こちらがジョーカーの娘になります。犬というか狼ですね。果ての王様で倒すと手に入るスキルですね。西の商人の地面盤上として考えてもらったらよくて、アシストキャラのように敵に飛びついて攻撃してくれます。地面が得意な雑魚敵やボスではかなり有効なスキルですね。こちらが石岩の王の盾になります。名前の強さが半端ないですね。王城の地下で倒すと手に入るスキルになります。攻撃した瞬間に周りの敵も一掃できる衝撃タイプになり、一発の威力がすごく高火力、デースが結構な隙とリキャストの長さが少し痛いので雑魚戦のスキルかなと。こちらが騎士長ユリウスになります。フォルムのかっこよさがやばい。王の熱室で倒すと手に入れることができます。ユリウスはひたすら槍で突きまくるという接近戦スタイルになります。攻撃スピードは遅いのですが、威力は結構高めなので使い方によりますね。というよりリリーへのアクションコマンドが優秀。こちらがフリューの孤児になります。スカラドラゴンですね。二の塔の一室で倒すと手に入れることができます。かっこいいっすわ。技は毒ブレスを吐くことができる毒切りの上位互換になります。終盤でしか取ることができませんが、範囲もかなり広いのでサブスキルでの優秀はピカイチですね。こちらがなり損ないの罪人になります。地下研究室第3層の水中で倒すと手に入れられますね。前方に大きくスライド突進しての攻撃であり、浮遊した際への横移動に使えるのもポイント。攻撃面というよりは移動補正で活躍すると言っても過言ではないでしょう。こちらが異端者ファーデンになります。地下研究室最下層でミーリエルを倒すと手に入るスキルとなります。前方にマダンを3箇所に分けて放つ攻撃スタイルで、レベルアップすることで段数を増やせます。終盤で得できる最後のメインスキルになり、封印解除も覚えます。こちらが金域の戦士になります。地下研究室第1層で倒すと手に入るラストのスキルになります。大きくアッパー切りすることで縦に上昇し敵にダメージを与えます。終盤で得得できる最後のサブスキルになり、アイテム回収時にはかなり活躍します。通常時では少し使いにくい。こちらで全26種類のスキルを全て紹介しました。いろいろなタイプがありますので、組み合わせによって戦法が大きく変わってきます。また見た目のフォルムだけで選んでも楽しめますので、ぜひベストチョイスでプレイしてみませんか。きっと楽しめること間違いないですよ。ではでは、またの機会に。カイトでした。